マリン・カルミッツは、フランスの映画工業者、映画配給者、映画プロデューサー、映画監督であり、いわゆる、作家のインディペンデント映画に特化した、映画会社 MK2 の創業者である。マラン・カルミッツとご記しがちだが、フランス名ではないので注意。1938年10月7日、ルーマニアの首都ブカレストに生まれる。一家は、ユダヤ人家庭で、9歳の時に、 フランスの首都パリへ移住する。バカロレアを取得し、IDHEC に入学、チーフ撮影助手になる。とりわけ、アニエス・バルダとジャンリュック・ゴダールと仕事をしている。自らの作品を、自らの手で演出したい欲求が募り、ハウスプロダクション、MK2 社を、設立。まずは、排他的なまでに、短編の制作に、同社は捧げられた。同社は作品を、 いかに普及するかの問題に行き当たり、自ら劇場工業者になることを決意する。インディペンデント映画のプロデューサーとしての彼の役割において、急速に知られ始め、エンターテインメント映画、特にアメリカの産業に合わせたポジションを取るようになる。彼自身このように語っている。創造なき企業、クリエイターなき企業は、記憶もなく、アイデンティティもなく、 社会とも一体化していない企業である。さもなければ、同一時間帯に同じ余暇の放送番組を見るような企業であり、墓地の企業が社会平和を保つようなものである。カルミッツは、アンテルミッタンの運動にも女性金の文化にも、創造と見せ物とが混同された、色濃い協調組合主義の闘争にも反対を表明している。彼曰く、芸術家とは、 非援助者であるべきではないと。現在では、カルミッツの工業会社の保有するシネコンは11、サイトとなった。彼の主な活動は依然映画制作であり、数年にわたって、彼は、自社の映画を DVD として供給するために、映像編集を行っている。非常に興味深い映画作家のカタログである。アランレネ、クロード・シャブロール、フランソワ・トリュフォー、ジャック・ドアイオン、 ミハエル・ハネケ、ルイ・マル、チャールズ・チャップリン、そして、カルミッツ自身。2004年の初め、メルギブソン監督の映画、パッションの配給を拒絶、タラク・ベン・アマールが、配給権を買い取った。2005年10月、彼は、MK に社とすべての子会社を退き、息子のナタナエルに譲った。ありがとうございます。